各チーム勝利を目指し熱き戦いが繰り広げられています。今日のゲームではどんなドラマが生まれるのでしょうか。この時間は NA 生対オランダ、こちらの一戦をお楽しみいただきます。本日のゲームは e フットボールスタジアムで行われます。天候の確認です。現地の天気は晴れていますね。両陣営好条件の中今日のゲームを迎えています。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ前半見ていきましょう。 NA 生対オランダ、やはりこの序盤先に主導権を握りたいですよね。はい、攻撃面で波に乗れるとリズムをつかめると思いますけどね。うん、思い切ってファーストシュートを狙っていくのもいいですよね。では立ち上がり見てまいります。もう一度リターンを受ける、シュート、エデルソン、もう一度来た、決まった、先制オランダ。美しいパスワークからのゴールでした。いや、これは素晴らしい崩しでしたね。選手同士の連動も見事で、フィニッシュも落ち着いていていいゴールでしたね。さあ NA 生、この早い段階で失点といきなり足元を救われてしまいましたね。いや、強豪同士いきなりスコアが動くゲームになりましたよね。はい、失点した方は追加点さえ与えなければまだ序盤なのでいくらでも立て直しは効きますよね。そうですね。イサクからロナウジーニョ、通るのかこのパス、ガクポ、決まった、決まってしまった。しかしこれはオウンゴール、これは痛恨のアシストというような形になってしまいました。いや、これはちょっと予想外の展開ですよね。北澤さん、今のプレーですがいかがでしょう。ちょっと残念なプレーになってしまいましたけど、怒ってしまったことは仕方がないですからね。切り替えていきたいですよね。さあ NA 生、不本意な得点を与えてしまいました。こういったレベルの高い試合では一つのゴールで一気に流れが変わったりしますからね。このオンゴールの影響は非常に大きいですね。はい、スルーパスを狙う、インターセプト、スペースを狙う、このボールはガッコへ、いい展開ですね。ミドル、これは惜しい。まあ、距離関係なくシュートでフィニッシュする意識の高さが大事なんですよね。このスルーパスは通りません。イサクから、これファール、カードをもらうかもしれません。デリフト、今のファールでイエローカードをもらっています。危ない状況でしたからね。あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。ガクポ、ギュンドアン、エデルソン、どうだ、抜けてくる、チャンス来た、ディフェンスこれを読んでいた。このボール危険です。ジョアン・カンセロ、長いボールを送ります。抜けてくる、ネイマール、これは相手選手にディフレクション、コーナーになります。さあファーストハーフで最初のコーナーキックになります。 NA 生、ここはディフェンスの対応、これは合いません。前線へ長いボール、ネイマール、素早いパスで攻め上がっていきます。ギュンドーは、これはファールでしょう。
イエローカード。これみんな心配そうに見てますよね。大丈夫ですかね。 NSA 今のでイエローカード2枚目となりました。いやー、かなりいい位置まで持ってかれましたからね。やむを得ない選択だったんでしょうね。アレクサンダー・アーノルド、アレクサンダー・アーノルドへ。ジョアン・カンセロ、さあ前半40分です。リュディガー、アレクサンダー・アーノルドへ。リュディガーへ、アレクサンダー・アーノルド。柔らかいボール、さあどうだ。ウーデゴーは本日ワンアシストです。速いパス回し、ここは下げます。リュディガー、このパス回し右サイドへ振って、ここで長いホイッスル、前半終了です。オランダ着実にゴールを重ねて折り返します。調子の良さが現れた前半でした。2点というアドバンテージもありますし、内容と照らし合わせても有利に見えますよね。 NSA 対オランダ、オランダが前半は2対0という形リードして折り返します。
オランダはこのゲーム昇格のかかった大事な大事な一戦となります。そのためには勝利が必須。サポーターの期待に果たして応えることはできるのでしょうか。注目のマッチです。本日のゲームはイーフットボールスタジアムで行われます。この時間はオランダ対 AC ミラン、こちらをご覧いただきます。天候ですが今夜の天気は晴れの模様。いいコンディションの中今日のマッチを迎える両陣営です。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。シュート、いやー、オランダ素晴らしい先制弾、昇格を自らのゴールで引き寄せます。これはギリギリでしたね。ライン際での駆け引きからゴールが生まれました。今のシーンはまさにディフェンダーとの駆け引きですよね。こういう攻め合いは見応えありますよね。さあ、オランダ欲しかった先制点を決めました。大きな1点になりましたよね、はい、今日みたいな昇格のかかった試合でのゴールはまた違った重さがありますよね。さあ、カウンターを仕掛けます。ベルナルド・シウバ、スルーパスを狙う。ネイマール、これはファールの判定。やや深い位置からのフリーキックです。さあ、誰に合わせるのか。止めた。うわ、マダル。さあ、ガクポ、今度はどうだ。跳ね返ったボール、もう一度ディフェンス、これを読んでいた。この前半の立ち上がりから非常に積極的ですよね。いい入りができていると思いますけどね。さあ、左サイドへガクポ、マッチアップのシーン。ベルナルド・シウバ、ロナウジーニョからネイマール、中央上がっていきます。ユンドワンから左へ、足元大事に行きます。プレスが激しいですね。ここは笛が鳴ります。たまらず行ってしまいましたね。さあ、このフリーキック、追加点のチャンスです。スルーパスからのフィニッシュ、タイミング完璧でしたね。いや、素晴らしいですよね。パスを出した方もよくスペースを見てましたし、受け手の方もここに出てくるってイメージがあったんでしょうね。いいゴールでした。イサク、今日2点、シュート、決めた。ミラン、これで1点差まで詰め寄りました。鮮やかなカウンターからのフィニッシュ、相手としてはこれ止められないですよね。シュート、いやー、追加点、オランダ大きな追加点。グリーズマン、最後はキーパーとの勝負シーン。北澤さん、見事な駆け引きで勝利しましたね。そうですね、難しいプレーよりもこういった1対1のシーンを確実に決めることができるプレーヤーこそワールドクラスだと僕は思うんですよね。決めて当たり前の状況こそ相手キーパーがなぜか大きく見えるんですよね。まさにプレッシャーに負けない強靭なメンタルで押し込んだ1点ですよね。さあ、オランダリードを2点に広げてリスタート。オランダとしては2点差は非常に大きいですよね。監督もイメージ通りの試合運びじゃないですか、ね、シュート、決まった、追加点、オランダ立て続けのゴール、決めてきました。狙いしました、見事なシュートでした。
これは綺麗なシュートでしたね。しっかりカーブをかけてイメージしたコースを狙っていきましたよね。素晴らしいテクニックですよね。さあオランダ3ゴールリード、チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。リバウド、さあ左へ預けて AC ミランカウンターを仕掛けます。さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。イサクからネイマール、ベルナルド・シウバ、このマッチアップどうなる、抜けてくる、ガクポパスでつないで攻め込んでいきます。さあ打てるか、フリーでシュート、さあフリーだ、果敢なディフェンス、これは積極的なチェック。これはチャンス、このパスを受けるガクポ、追加点オランダ、怒涛のゴール、勢いが止まらない。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと反応できないですからね。チーム全体で一気に攻撃のスイッチを入れて、見事なゴールでしたね。ガクポ、今日2点目のゴールです。さあオランダ、現在圧倒的な強さを見せています。リュディガー、ジュンドアンへ、イサクへ、ゴールのところパス、グリーズマンから左サイド、ガクポからファーへ、インターセプト、そして今前半終了の笛が吹かれました。圧倒をして前半を終えます。オランダ着実にリードを保っての前半となりました。見ていて絶好調に見受けられるんですが、どうでしょう。これでね、内容として無失点に抑えていればもっと良かったんですけどね。まあしかしいい形で折り返しましたよね。オランダ対 AC ミラン、オランダが大量リードで後半を迎えます。では後半見ていきましょう。グリーズマン、ガクポへ、この辺の駆け引きはやっぱり見ていてワクワクしますよね。スペースを狙う、このボールはガクポへ、いい形ですよ。仕掛けるか、シュート、いやよく反応しましたね。いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。マルキーニョスと呼んでいた、リバウド、バロテッリからベッカム、自分で行く、シュート止めた、ベルナルド・シウバ、ロナウジーニョ、イサク、さあ右へ預けて、ロナウジーニョ、ジュンドアンへ、イサクからネイマール、裏を狙う、チャンスになる、シュート、コーナーキックになります。これがこのゲーム初めてのコーナーキックになります。オランダ、ロナウジーニョからギュンドーアン、ロナウジーニョから右サイド、どうだ、シュート、キーパーキャッチします。絶好のチャンスでしたけどもね、フィニッシュがちょっと甘くなっちゃいましたね。もったいない気がしますけどもね。スペースへ、
奪われると危険な位置。ベルナルド・シウバ、ギュンドーアン。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。オランダとしては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今は守備に集中して隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどね。裏へのスルーパス、お、これいいですよ。さあカウンタースピードを上げたいところ。イサクへスルーパス、ベッカム、裏のスペースを狙う。ベルナルド・シウバ、今の飛び出しのタイミングっていうのは、いや、いいですね。まさにこのタイミングっていう時に収まりましたからね。これを繰り返していけばいいと思いますけどもね。クロスを選択、いや決定的でしたね。体を張ってゴールを守る素晴らしいディフェンスでしたね。ここは繋がりません。リバウドが受ける。さあメッシアス、ネイマール、ロナウジーニョからイサク、いやこれはカウンターのチャンスですね。ネイマール、これを止めます。今のは抜かれていたらと思うと怖い状況でしたよね。ちょっと焦るシーンだったと思いますけどもね、冷静な対応で素晴らしい。シュート、スタミナ、スルーパスからのゴールでした。ラインギリギリだったでしょうか。これは際どかったですね。パスのタイミングも完璧で、決めた方もよく反応しましたよね。やっぱり普段からのコミュニケーションができていないと、なかなかこういうゴールは生まれないですよね。両チームともメンバー交代があるようです。さあミラン一矢報います。素早いパスで攻め上がっていきます。スルーパスを出す。ディフェンスこれを読んでいた。いや少しいい形になりかけたんですけどね。フィル・フォーデン、サブスティチューション。裏を狙っていきます。バーへのボール、ヘッドだ。合わせに行きましたが決めることができませんでした。サブスティチューションフォーネダーランズ、ナンバー18ネイマール、カミングオンザフィールドイズナンバー28メッシー。どうだ、シュクウェゼからオリギ、久保、ヒルフォーデンへ。さあつながるか、このパスが抜ける、抜けた勝負のシーン、シュート決めた、ミラー。このゴールであと2点です。ボールを奪ってからの一連の流れ、素晴らしいフィニッシュでした。攻撃がスタートしてから流れが良かったですよね。やっぱり一瞬でもコースを開けると最後まで持っていかれちゃいますよね。オリギ監督の、さあ来た、チャンス来た、シュートゲット、ミラー。後半がアディショナルタイム、ワンツーからのこのフィニッシュいかがでしょうか。そうですね、まあ、このワンツー出してくるとでの関係性、これは素晴らしかったですよね。オリギ今日2点目です。シュート、ジーダー、ここで笛です。5対4、このゲーム勝利という最高の結果で昇格を決めました。さあ北澤さん、試合の総括をお願いします。オランダとしては昇格が決まるという難しい試合でしたけど、よく結果を出しましたよね。この結果を踏まえてチームの強化をして
また今日みたいないい試合を見せてほしいですよね。はい、そうですね。スタジアムを興奮のルツボへと叩き込むという試合展開でした。さあ、そろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の試合は北澤豪さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。オランダは昇格を決め、次のステージへと駒を進めます。Thank you.